これ私ちょっと天才かもしれない。なんでいや、わかんない結局周りとは変わってんから。しかもそれどうやりが天才という考え方もできるから、俺が天才という考え方もできて、サルルが天才という考え方もできる。みんな天才じゃないと、みんな天才って。でも私が天才からこそ輝く。なんだかさん出ます。じゃあ最後、最後です。結果発表。今から一人ずつね、買ってきたものをこの目の前に、机の前に広げてもらって、はいはい、自分の金額を電眼に伝えてもらいます。はい、他の人にバレないよ。なるほどなるほど。じゃあもういきますか。いきましょうか。はい、これ順番大事やで、これ結構。いや大事ですよ。でもなんかノエリンは最後にいいですよ。天才って時間がありました。最後はいい。あーなるほど。かも任せなって。おーいいね、いいね。じゃあ最初誰行きます。あ、スン行く？スンシー。早めにね、無断にちょっと行っちゃったと自覚あるんで、今回ちょっとね、先に座ってもらおうかなって思います。次から何買ったか教えてください。あーやばい。はい、すみません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 。これ無難な。はい、ではね、まあひとまずこれですね。で、次買ったのがこれなんだ。これがもう、これですね、いい存在ない、こいつは。これはもう電子レンジです、これ。高いやろこれ、ビスコーン。なんか三つ星ついてます。これ電子レンジ買ってなかったっけ。いやこれね、ユウさんのダンブレス、これ。おえダンブレ、これダンブレス。新試食じゃなかった。電子レンジ壊れたって聞いてたんで。おお、はい、おいやるやんけ。ナイス、やるやんけ。やるなー、やるやんけお前。次、これは電眼さんのダンブレス。おダンブレ、ダンブレ。これはめちゃくちゃいいペンです。あ、パーカー。俺来週兄弟もしないよね。あ、それも使えるもんな。それよ。ただお前ボールペンじゃん。いやこれなんかあれです、万年筆とボールペンの中間みたいなのが新しいやつ、で、あの会心がここにあの40本入ってます。いやめっちゃ勉強できる。めっちゃ勉強できる。で、それで最後に自分のやつ買ったのがこの、まあ皆さんね、多分見てわかると思うんですけど、アプローチ。アプローチです。うわぁ、いいなぁ。ちゃんとしとるやんけ。めちゃめちゃ実用的な買い物。実用的です。これもだって僕、もうアウトレットで買ってないですから。全部4ボールで買ったんで、これ。いいんじゃないでも。おぉ、いいんちゃう。まあでも無難かなって感じです。合計金額出ました。はい、いやでもまあ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 って感じですね。そうです。ここまでなんもわかんない。まあまあまあ、こっからはい、じゃあ以上、スンくんでした。はい、無難でした。じゃあ僕行きますね。はい、プラダ、プラダイソン。おぉ、プラダイソン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 。まあまあ、早めだね。来ました。僕、レントとナオさんに、はい、おぉみたいな感じになっておりまして、まずこちら。マジで？いいなそれ。これドライヤーですね。やったー。これは花尾さんの。おー、嬉しい。でも花尾のものになんか、あーそこに、そこの瞬間にあーいいじゃん。今でも、今でも逆に言うとどっちでもいいって感じ。どっちでもいいって感じ。やるし、やるしすぎてどっちでもいいやつ。はい、で、僕はルントのやつで、ルントにラインしたんですよ。なんか欲しいものある。そしたら、実用的なエコな水筒が欲しい。おー、ということで、こちらプラザだ。プラザで水筒買ってきました。でもプラザで水筒買ったんですけど、やっぱ入れ物がいるということで、はい、プラザで、プラザで入れ物、プラザで水筒、プラザで入れ物、プラザで。これなんだ、これはリュック。あー、お前使ってるんか。お前やった、お前このフランケンシュタインのリュックを。プラザをプラザに入れるということか。これ2つ。うわー、背負った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 。このカメラにめっちゃいいリュック使ってる。で、まああとはまあ僕のやつと、こちらのあ、クソっぽいな。サンダルですね。サンダル、あ、いいね。こちらスタンダードチックな、無難な。で、今ここにないものとして、サルエルのお昼ご飯、僕のお昼ご飯、レンガーさん、花尾さんのコーラ、おごらせてもらおごらせてもらいました。いや後輩におごられるコーラ。シオッティがサルエルにおごっても一緒なんや。マジちょっといいやつ感出てるけど、一緒なんや。全然わからん。なるほど。いいっすか、僕行って。はい、どうぞ。はい。おー、でも結構小物揃い。いっぱいついてる。わぁ、どう思ったら。どう思ったら。おー、はるみちゃん。品数6点。いいかー。まずは、ラルフローレンで、服とズボンを買いました。これが、普段使い。普段使いだよね。え、ルントに全然着てる。ピッチピチです。ピッチピチですよ。で、これ、お財布。ボッテガ？ボッテガの見せあ、ミニ、そういう感じ。ミニ財布だ。あー、財布。とりあえずじゃあ次プレゼントいきますか。こちら2つ、マコさんへのプレゼントです。おで、マコさんに
何欲しいですかって聞いたんですよ、うん、そしたらシルバーアクセサリーが欲しいって言われて、ヤンキーやな。正直3時間半ぐらいあって、そのうちの2時間ぐらいはずっとシルバーアクセサリーマジでしたマジでなめちゃめちゃ重要度で、まあ、やっと会ったのがフェラガモでした。おお、なるほど、フェラガモいいやつよね。で、これはビビアンのこちらライターです。ライターって見してライターか、それ見たい。ちょっと、いや、あのね、ライターにしてはえげつない値段します、これ。正直、マジで正直、でもいいな、そういうの。え、ちょっと見せ、これです。えやばい、なんかゴミ箱みたい。これで、すげえ、これがかっけえ。花火かからの、花尾さんにですね、おありますので、お花尾さんに、どっちだ、ダイソンの扇風機を買いました。お前やばいぞ、それ。お前それ高いやつやばい。後日配送されます、こちらに。昼ご飯食べながら、俺扇風機欲しいかもしれんなぁ。そういう、俺扇風機確かに言ってた言ってた。で、これが誰のな、これ僕です。最近ちょっと僕の犬がですね、糞尿するので。なるほど、それの処理はね。はい、でも多いよ、物は。物多い。いや、我が家もやってたんじゃん、お前。からの、こちらハンモックでございます。いやこれは慣れよ。これはやばい。そう、僕もです。そう、やべえ、これは言ってんじゃん。これはこれ怖、やらかしてる説ある。おお、なるほど。じゃあ、はい、じゃあ続いて私行かせてもらいます。はい、なんかな、袋がちょっと、袋かわいいね。いいよいいよ。焦りすぎて、もう昼ご飯食べてないです。怖。まずじゃあ、こちらから行かせてもらいます。自分用です、これは。おお、いいね、自分用。これがフランフランのホットプレートです。個人チャンネルで使えるかなと思って。おー、実用性、実用性。あー、かわいい。あ、いいな、やばい。まあ、いいけど、まあまあまあ、いいけど、まだ設定金額には届かなさそう。あ、ビビアン。あ、ビビアン好き。ビビアンウエストウッド。まずこちらがですね、財布。おお、今使ってる財布が、今使ってる財布がサンキューマートの400円の財布なんです。400円の財布。いい、あ、やっといい。ナオルさんぽい。それいくらって聞いてみ、聞きたなるわ。なんかそれだけ聞いてきます。じゃあこれだけ聞いてみよう。こちらのお値段、1万1000円です。いや、もう安っ。かわいいやったな。安っ。はい、もう一点、こちらはですね、最後残り10分になってまたビビアンに駆け込んで、ビビアンで5分ウエストウッドしました。5分ウエストウッド。こちら、ピアスでございます。おお、おめでとう。ビビッときたんですね。そうですね。あ、ビビッときた。ビロさんいっぱい空いてますもんね。ここからはまあプレゼント女王になりました。じゃあ私が担当したのがマルちゃんとタッツです。で、まずマルちゃんに買ったのがこちら、パジャマですね、これ。はいはいはい。で、まあいいなと思ったんで、私もおソロでもう一着。まあ、なるほど。からの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 タッツにプレゼントを選ぶときに、タッツに LINE したんですけど、腕時計がいいって言われまして。で、結構言うね。結構来るね。で、まあビビッときたのがハミルトンの時計でした。おお、おお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 おせっかくこういう企画なんでね、物欲のまま行ってありましたよ。まず最初に買ったのはこちら、プラダです。これクソでかいんですよ。でかいな、何だろう。じゃあ開けますか、これ。はい、開けます。せーの、せーの、これ知ってた。これ帽子です、プラダ。絶対これ僕です。いや、似合うけど、いや、似合うけど。お前いるもん買えって言ったの、俺。マジでいるもんなんすよ。マジでオフィス来るとき絶対これ買って。お前、それ絶対買うと思うよ。何、2個あるかって話なんですけど、これ8件さん、8件さんとお揃いで。ちょっとセレル似合っとんよな、なんか。そう、次に買ったものがこれなんですけど、水筒です。あー、で、これおしゃれ。何個買ってんねん、お前。なので、まあ5個。何用で、僕はそのノラさんにも買おうと思って、ノラさんとハシケンさんと僕と、でも花尾さん、デンガさんと。はい、なるほど、なるほど。ありがとう。ちょうど5個買ったんで。でも今回の僕のテーマはこれ、お揃いです。おー、なるほど。やっぱそういうのがチームの意
識高まるかなと思って。いいやつやんけ、結局いいやつやんけ。で、最後が、これです。うわ、なんだそれ。今回は、マジで靴を買いました。で、これは、ノラさん、アシケンさん、僕で。おー、すごい。じゃあ、行きますか。おー、せーの。おー、でも、おそろいや。はい。おー、かわいい、これ。かわいい。スニーカー。あ、おそろ。あ、これか。おそろいスニーカー。かわいいかわいい、欲しいこれっていう感じです。なるほど。結構いきました。結構いや、これはいってるな。さあさあさあ、はい、最後。はい、天才がいますよ、ここにね。はい、5番バッターかも。自信あるな。え、まだ自信ある。ある。おお、ヒーローは遅れてやってきますからね。自分で遅れてはない。自分で最近の遅れてはないけど。確かに。私の購入品はこちらです。なんかいかにもいかにも JK 的な感じの。あのですね、やっぱ私もちょっとアウトレットとかでもハイブランドで一人で行って一人で買うのが初めてだったので、そうだな、最初ちょっとチキっちゃって、一旦イオンモールでスタバに行きました。あれからアウトレットに。アウトレットにはちなみに端っこにミサさんの担当だったんで、この3つ。わあ、3つもある。まず、こちらコーチ、T シャツ。おお、かわいいかわいいかわいい。そしてこちら、服が汚いんだ。白汚れそう。まだミサさんに行くかどうかわからない。まあまあ、まあ大変になるかもしれない。大変になるかもしれない。いや、俺も嫌やな。誰も隠せんだ。ケイトスペードでブレス。おお、さらにイヤリングとネックレス。おお、これちなみにクリエイトスペードはノエリの中ではもうトップのブランドってこと？いや、なんか友達がケイトスペードの財布持ってるんで、私もいけるかも。いけます。ここ初めての買い物だったんで、初めてのお使い。ここでちょっと楽しくなっちゃって。おーい、最後で一括でっていうのめっちゃ楽しくなっちゃって。やばいやばい、バカの一つを覚えてる。おー、出て。おー、ネックレス、これはちょっと寒かった。あ、これ寒かった。では最後はやっぱ自分の欲しいものを行っちゃおうと思って。おお、行っちゃえ。これはもう強そう。出発前にリュックが欲しいと言ってた。あ、言ってた。リュックをおお、しました。おお、あのね、でも、あ、これはもう一括ですか。一括大丈夫です。いや、これの一括が一番気持ちよかった。いや、まだ気持ちいいのが残ってます。お前、あれか、エディオンで家電といえば、まさか GoPro。 GoPro か。誰に今日 GoPro で撮ってなかった？そう、GoPro で撮ってなかった。いいなと思った。はい、ということで、ではちょっと金額をね、集計していきましょう。いや、もうマジ全然わからん。はい、ということで、うえぇ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんと、結果が出ました。あー、すごいでしょ。え、皆さん自信ありますか？あります。あります。確認だけど、85万から115万がクリア。はい。で、みんな、今さっきのプレゼントもそのまま、みんなの99万5千から100万5千までニアピン賞、全員の給料プラス100万。大丈夫ですか、これ確認なんですけどね。若すぎる、それ。まあ、それやばいな。アイムオッケー。アイムオッケー。なるほど。アイムオッケー。え、まずちょっとピタッチョ聞いていいですか？100万00。100万00。100万00。これやったらピタッチョやった場合どうなります？どうなります？その場合、俺の全財産を差し上げます。ファンタナキ。ということで、花尾の全財産をかけた100万円ジャストの大賞。怖い！怖い！全財産怖い！なんと、おお、今回、大将いませんでした。出番だった。いませんでした。よかったよかった。続いて100万円ニアピン、なんとニアピンがいませんでした。いや、よかったですね、ハロー。マジかよ。ニアピンには至らずと。こっからが本番でしょ。こっからが本番。実質こっから1桁ずつね、出していきますか。出していきます。下から。下から順番に。一の位。でん。どうでもいい。四。十の位。百の位。続きまして千の位。はい。ドゥ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 ン。おお。いいよ。ここまで。この辺りから結
構大事な数字になってきますね。はい、続きましょう、数字こちら。おーいいじゃん、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 見えてる、3、おーい、これ次が何かよ。じゃあもうここは一気に出しますよ。はい、ここ皆さんの、はい、今日一日の成果、なんかもう家族になった方がいいんじゃん。え、じゃあ見てきますね、一人ずつ。いやまあまあ正直分かった。まあでもね、上4人と下2人で分かれてる。やっぱそうだね。そうね。一番高いのは一旦我がにしとこうかな。我が、我がは第2位でございます。おお。187,254円。結構いってるな。おお。ダイソン、いい買い物してます。すごいぞ。ダイソン8万くらいでしょ、あれ。いや、あれね、他全部売り切れてて。安かったな。3万ぐらいか。安いよ。4万ぐらい。俺はだから、それ買ってなかったらピタリ賞。お前最後の5分いらんかった。最後の5分いらんかったわ。扇風機に人生救われたな。バカが2位。1位サレルじゃん。1位サレルです。でも195,475円。全然やん、うまいわ。ちょっとピロマルさん少ないかなと思って、ちょっと多めに。俺もそう、ピロマルさん。なるほどね。まあでもピロマルさん実は上4人に入ってるんですよ。でオッティとピロマルが残り上4人で、オッティが186,491円、ピロマルさんが173,220円。えそんなのいいんですか。時計いくら。撮影の時、あれ、97,000円です。おーい。じゃあ僕もじゃあルートへのリュック取って、ティッシュ。ルートへの値段あれ97,500円。おかしいな。ということで、なんと自分が148,300円、でノエリンが、ノエリンも144,970円。優秀優秀。進化していくと思ったと。はい、まあというわけで皆さん、今後もね、この会社で、一生懸命働くように、はい、まず頑張っていきましょう。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。よろしくお願いします。